前回さ、デロリアンのガチャ開封したじゃん。しかしね、このデロリアンも最高だったんだけど、この、いやークオリティちゃんと走るしね。しかし、さらにでかくて、こっち一回400円だったんだけど、一回500円のデロリアンが。ちなみに前回のデロリアンはタカラトミーアーツのガチャだったんだけど、今回バンダイのね、ガチャなんだよね。そしてさ、もうでけえバンダイの、なんでこんないきなりデロリアンのガチャ出てるんだろう。めっちゃ嬉しいけどさ、なんで新しく映画が、バックトゥザフューチャーの映画始まるのかな。大きさが全然違うもんな。でもね、100円しか違わないんだよ。こっち400円で、こっち500円。たったの100円差なんだけど、ここまででかい、あの大きさに差が出せるの。すごい。いや、もう開けよう。開けて、あの、ワン、ツー、スリーのやつもちろんあるからね。で、あの、ツーの、ちゃんとね、こうやって、飛行モードにできるんだって。変形して、2のデロリアンは。うわ、めっちゃ楽しい。あと、ガチャのパッケージ見る限り、こう、ガチャってね、開いてたんだよね、戸が。まぁ、ちょっと俺、コンプセット買ったから高かったんだけどさ、ガチャでやりようか。これはもうさ、いや、ちょ、待って。うわぁ、すげぇクオリティ見て、でかー、すげぇ。あ、車輪とかも自分でつけんな。いや、全然高くて、もう、オッケーだよね。こんだけ、まず紙見てみようか。ブックレット。これが今回の500円ガチャの方のデロリアンであると。エクシードモデル、バックトゥーザフューチャー、デロリアン。すげえ。全3種。おお、あ、なんだこれ。2021年9月発売予定。おお、なんか、フィギュアも出るのか。ドクとか、マーティとか、たくさん出んのかな。ビフ欲しいな、ビフ。ビフ、やっぱ、バックトゥーザフューチャーだよ、ビフだよな、あのガタイ。そして、おぉ、これがワン、ツー、スリーのデロリアン、豪華ラインナップ。今開けたのがね、ワンのはずなんだよな、棒が見えたからさ、あれ、棒ねえな。あれ、これ、あ、バー、そうそう、この棒ね、雷のエネルギーをね、この、おぉ、次元転移装置で送るエネルギー。あ、すげえ、ちょっと待って、引っかかってるな。ちょっと待って、折れるね。おぉ、これ。素晴らしい。リアルに作り、なんか違うね、やっぱね。もうこの時点でさ、組み立てる前からさ、大きさの違い。でもさ、こっちはあの、中見えないんだね。黒くなってて見えなくなってる。こっちのちっちゃい方はさ、中見えるけど、透明になってて、ちゃんとね、あの、細かいね、細部見えるんだよね。次元転移装置はギリで見えないっていうか、ないんだけど、おそらくない。次元転移装置。タイムサーキットギリでこの辺に畳む、あるんだろうなっていうのはわかるんだけどさ、これ全く見えなくなってるんだ。え、これ普通に組み立てて、なんか組み立て方とか特に書いてないんだよね。ちょっと待って、あ、そうか、ネットで見るんだ、組み立て方は。ちょっとわからんかったら見てみるわ。今はちょっと見ないでやってみるかな。こういう風に、で、ちゃんと、あ、ハンドルらしきものはあるね。で、扉はこう開くんだね。いや、俺こういう風に開く扉の車欲しいな。マジかっこよくない？近未来感を、シャルーで、タンクトップでね、出てきて、筋肉に力入れまくって、筋肉を見せるっていう。おー、すごいね。誰出てくるんだと、ガシャーと。で、タンクトップで、うわーとめっちゃ力入れてさ、特に大胸筋と肩に。おー、すげえぞ、あいつみたいな。かっこいいよ。やべえ、やりてえ。すげえ。で、ね、ちょっとそんなこと言う場合じゃない。これを、こういう風に刺しちゃっていいのかな、もう。多分そうだよね。特別な、あの、難しい、組み立てはない。でっか、見てこのさ、すげえ。でもガラスに関しては俺こっちのちっちゃい方やつ、あのちっちゃいやつデロリアンの方がいいな、ガラスで。これエネルギーだね、雷のエネルギーを。おお、すげえ。もうなんかこれだけでも熱い。もうここつけただけのさ、胸熱なんだが、めっちゃかっこいいね。すごい重要だもんね、あの裁判所時計台にさ落ちる雷のエネルギーを次元転移装置ね。1.21 か。1.21GW。前回忘れてたんだけどね、その後調べたんだよね。1.21 だよ。1.21GW のね、エネルギーをね、電力をね、この、で、こうタイヤに、あれ、あの、溝があるから合わせてこうつけるだけ。おー、すげえ！簡単だわ、組み立て。しかもさ、ジゴワットってさ、あの、ギガワットの間違いっていうのがね、面白いよね。本当はギガワットなのに、間違ってジゴワットって書いちゃって、そのままジゴワットで行ったらしいね。でももうジゴワットでいいよね。新たな単位みたいな感じで、バックトゥザフューチャー内の新たな単位、ジゴット。おお、できた！これで完成だよな。あとね、これは？あ、わかった。これブースターっていうかさ、これなんつうんだ、これ。これブースターでいい？これ名前わかんないけど、この、おお、デロリアンの、ね、特徴的な。逆だった。パーツ逆だった。こうだな。これで OK。できたー！デロ
やん、完成1のシャリーちゃんと開くからね。でも炎のさ、あれないんだね、エフェクトパーツ。前回炎のエフェクトパーツあったじゃん、シャリーってこう帰った後にさまた戻ってすぐ、どっか喜んでるところにすぐ戻ってくる。お前あれ今帰ったのにみたいな。あの炎のエフェクトすごい良かった。開かねえのこっち、あれこっち開くよね。今叩いたっけんだけど、これ開くよね、あれちょっと待って、シュワーって開く。あ、こう開けるな、ここだ、ここに引っ掛けるんだ、爪を。ここの突起に引っ掛けて、これあれでしょ、ミラーだよね、そのミラー、ミラーにこうね、シャッと開けて、おお、開くのかっこいいね。タイムサーキット、あの辺だよな、タイムサーキットな。すげえ、俺行くとしてやっぱ戦国だな、戦国時代に行って戦に参加したいね。うお、すげえ楽しいだろ、めっちゃ命がけの戦いに突入していく。信長の家臣になってさ、信長を守りきる。400円ガチャの方と比べるとこんな感じで、大きさやっぱバンダイの方でかいね。500円、1回500円のデロリアン。でもね、こっち小さいながらね、塗装とか、あのこの分かるかな、塗装の違い。こっち塗装してない、成型色なんだけど、これ塗装してあるわ、これ色塗ってあるよね、これね、銀のこの塗装のペイントの色とか、フロントガラス、この透明の中見覗けるのもいいし、こっちはこっちでいいな。うん、でかければいいってもんじゃないもんね、こういうのってね。大きさに関してはこっちの500円の方がかなりでかいし、ボリューミーだし、あと扉開くのがすごいいいんだけど、他はこっちの方俺好きだな。車体の色とかペイントされている。まあ、こっちは自分で塗ってもいいけどね。でかいから塗りやすいと思うし、これが1のデロリアンね。かっこいいなこれ。ここなんで穴開いてんだよ、ここ。こう下穴開いてんだけど、これなんで穴開いてんだろう。わざと穴開けてんのかな。なんかわかんない、ここ穴開いてんだよね。え、パーツまさかセッティングしてないのあるか。いや、ないよな。そしてこっちが2だね。こっちのタイヤ、このタイヤ3の方だから、こっちが変形できるやつだね。飛ぶ飛行モードに、あの前回のさ、あれ台座ないから今回は飾れないとは思うんだけど、いや台座あったらな、あ、台座あんのかなこれ、ちょっとわかんない、出してみるか。台座あったらラッキーだよね、ちゃんとさ。おー、すげー、これが2のデロリアンでやると。あの、1の後半でもさ、出たもんね。1の後半にドックが帰ってきてさ、もうあの、ミスターフュージョンに、あ、これミスターフュージョンあった、これ俺ミスターフュージョンパカッて開けてさ、ゴミを入れて、それを燃料にするっていう。あそこほんと燃えるよね。あれ、かっこいいよね。もうゴミでも燃料にできるんだと。変換できるんだと。これミスターフュージョンもここでしょ。おお、向き合ってる、ちょっと待って。両方入るこれ。やべ、両方入るな。向きどうだこれ。あ、でもね、突起がある方か。突起がある方だ。こうだな。こっちだ。これがミスターフュージョン。すげえ。かっこいい。パカッ。開けたいな。ゴミ入れたいね。なんかジュース中身出してから缶入れてたけどさ、あれもう、どうせ入れるんだったらまとめて入れてもいいよな。いや、気が、あそこすごい気になるんだよね。いつも。まとめて入れても、あ、これシートになってんだね。これシートだわ。で、こっち下。あ、いや、やっぱ穴開いてるわ。なんで穴開いてんだろう、これ。で、ここにセッティングします。おー、できた。で、組み立てはさっきとほぼ同じやつが変わんないね。組み立ては、あとは変形できる。あれ、ま、待って。これ変形できるやつだよね。これ2だよな。間違った開けたか。いや、2だ、間違いない。変形できるはずなんだよな。え、どうやって変形すんだ？タイヤ、え、待って。あ、このパーツ使うのかな？このパーツはこうつけて、めっちゃショックだったんだけど、あの、めっちゃペイント飛んどった。めっちゃペイント飛んでんな。やば！すげえ飛んでる。で、これが、2のデロリアン。全くあの、このままじゃ変形できないわ。これ、しかもね、あの、一応車輪回るんだけど、硬いから、あの、こうちっちゃいやつみたいにシャーってスムージーにいかないね。硬いから回んない、ほぼ。すげえ硬い。このタイヤとね、この、車体の部分の隙間が少ないから結構擦れるんだよね。そういうところがちょっと嫌かな。車輪はもっとスムージーに回ってほしかったな。あと、これはもう論外ですよ。ここ。ここ、すげえじゃんけ。で、先ほどの、デロリアンと同じく、開く。この開くのはいいよね。すげえ。これ熱いな。シャパーン。開く。素晴らしい。で、こっからやっぱね、これだわ。予想通り。もう形的にね、なんか分かったんだけど、おそらく、っていうか絶対、こう、まず取るでしょ。取って、このようにこれをつけますと。そして、ここにタイヤつけるんじゃない？ほら、間違いないよね。おお、飛行も、あ、待って、抜けた。ああ、そうか、これ棒突き抜けてんだな。だから、あの、向きちゃんと合わせると変な形になるから、ちゃんと向きをね、合わせて、この、同時に動くから、向きを合わせて、タイヤをセッティングしなければならないと。で、このようにタイヤをセッティングすれば、おー、2の飛行モードのあれだね。でもタイヤこれすげえ取りやすいんだよ、ここ。ちょっと緩いんだよね、ここが。うん、でもくっつけることはできないしな。どうしよう、すげえ緩いな。こっちつけてみるか。
いやでも緩いんだよねここね。いやーちょっと緩いな。でもまあ大丈夫。あでも取れるな。よっしゃ、これで全部タイヤのねチェンジは完了と。そしてここめっちゃここすっげえ緩いからめっちゃ簡単に外れちゃうんだけど、こんな感じで、おーシャリーって飛んで、ブワーって向かってきて終わるっていうね、ワンのこのシーンを再現できるね。おーすごいすごいすごい。いやたださ、まあこことね、ここただ緩いとちょっとね、ところどころね、不備、あの、なんつうのか、不良品なところがあるんだよな。めちゃくちゃ、あ、ここちょっち。すげえ緩い。他のとこ硬い。他硬いから絶対取れないんだけど、ここどのタイヤはめてもゆるゆるでさ。いやー、すごい。やっぱ飛行モードかっこいいよね。空飛ぶ自動車だもんな。いつになったらできるんだろう。早くこういうのさ、重力だよな。重力を早く自由に操れるようになれば、俺たちもこういうのに乗れるんじゃねえかな。生きてる間に。乗りてえなー。これいいね。シャー、ちょっと買い物行ってくるわ。ジュイー。シャー、ミスターフュージョンもついててさ、家庭の生ゴミ入れれば燃料になるっていう。すげえな。燃料問題解決じゃん。ゴミをね、エネルギーできるっつ。いやー、素晴らしい。デロリアン夢が詰まりまくってるね。そして、ナンバー3。これが最後のデロリアンである。ここまで開けてみて分かったのは、どっちにもさ、それぞれの良さがあるってことだよな。まあ俺、でかいの好きなんだけどさ、今回に限って、ではこの400円の大抵はでかい方が好きなんだけど、俺400円のちっちゃいやつの方がいいな。ペイントとかさ、あのガラス中見えるっていうのもいいし、あれは戸開いてくれればいいんだけど、戸は開かないんだよね。戸開くのはあのでかいやつだからさ。でもちっちゃいやつの方が俺今回あのスタンドに飾れるさ、飛行モードのデロリアンもいいよな。そしてこれが3のデロリアンであると。俺が一番好きな3、バック・ザ・フューチャーで一番マジ3っす。この前見たんだよね、あの動画撮った後。これ、あの撮った後ね、見たんでね、3、2、1の順で見て。組み立て方はマジ全く同じだよね、全部ね。もう基本ベースとなる部分は全て同じだからさ、組み立てで迷うことはないということで。でも3、あの、それぞれ特徴の、おぉ、いい感じだね。特徴が出てるね、デロリアンにね、1、2、3の。フロント部分、こうかっこいいよね、このメカ。ここもなんか塗りたいね、色ね。細かく。めっちゃかっけ。あとホイールね。この特徴的なホイールの色。さささ。あ、これ、結構隙間ある。他全部ね、ピチピチ。待って、俺タイヤ付け方間違ったんかな。いや、でもタイヤのサイズ全部同じだよね。車だもんな。あ、これちゃんと回るかも。あ、回る回る。これは綺麗に、あの、スムージーに行ってくれるかもしれない。他のやつ結構ね、ピチピチだったから擦れて。あれだったんだけど、あ、これ結構こんなに違いがあるんだから、これどういうことなんだ。こっちスムージーだわ。ただこっち硬いんだよね、ほらめちゃくちゃ硬いの。なんか近いからだと思うんだけど、車体とタイヤの隙間が。これすげえ、あ、こういうデザインなのか。3は3多分こういうデザインなんかな。あ、かっこいいな3の。これメカの丸出しの部分がめちゃくちゃグッとくるんだ、個人的なとこだけど。で最後にね、このなんていうの、これパーツわかんないんだけど、ブースター的なシュリーンってなんか行きそうな感じで、これなんだろうね、これね。排気ガス出すとこかな。あ、排気ガス出すとこかな。これなんだろうな、これ。ちょ、これ分かる人いる、このパーツ。なんていうか、名前。教えてほしいな。ジェット噴射とか。そんな、あ、ミスターフュージョンね。ミスターフュージョンを忘れていた。ミスターフュージョンをつけて、完成です。ササーン !3 のデロリアン。おー、かっこいい。これを鳴らして、てる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 。お、完成した。かっこいい、デロリアンだ、たくさん揃った。いや、いいな、デロリアン、かっこいい。これでおそらく今出てるデロリアンのガチャは全てコンプしたはず。もう出てないよね、デロリアンね。この2種だよね、デロリアンガチャ。あの後、もっと他にもデロリアンありますよって教えてもらってさ、調べたらこれしか出てこなかったから、デロリアン500円のね。あとはもう出てないと思うんでね。とりあえず、コンプ。デロリアンガチャコンプリート。俺、ちっちゃい方が良かった。みんなどっちが好き？でかい方と、あの、バンダイの1回500円のでかい方と、タカラトミーアーツの400、ちょっと100円安くなってる、1回400円のね。これちっちゃい方のミニデロリアン。俺、こっちの方が気に入ったな。色だったらこっちの方がかっこいいんだろうな、きっとな。色がいいんだよ。あっち、車体の色がほんとかっこいいんだよね。あと、ちっちゃいながらに細かいんだよ、作りが。これ、車輪もさ、スムージーにすげえこう、ミニカーだもん、ちゃんと。動くんだよね。素晴らしい。このスムージーに動く回る車輪が、特に気に入っている。こっち硬いんだよね。車輪、一応回る仕様になってるんだけど。あとね、パッと見がね、ちょっとなんだろう、おもちゃっぽいんだよ。まあ、こっちも、いや、両方おもちゃなんだけど、なんかこっちの方がさ、クオリティ高そうに見えない。色かな、やっぱ。色塗ってあるからかな。こっち色塗ったらもっと良くなるんだろうな。あとガラス、フロントガラス部分が、こっちみたいに透明が良かったんだけどな、個人的には。
透明の方がなんか黒くなってて中見えないし、中見たいなと。たださ、扉開くとかそういうところはこっちの方が好きだけどね。ちゃんと開くんだよ、シャー、すげー。ちょっとダブルで開くしね。ここはもう熱いわ。あと、なんでここ穴開いてんのかなっていう。なんだろう、人形乗せられんのかな、もしかして。なんかさ、発売とか書いてあったじゃん、こっち。あの人形乗るんかな、楽しみだね。これも買ったらレビュー動画撮るわ。これ並べてみようぜ。何種類あるか分かんないけど、全部で。これなんで穴開いてんだろう、下。なんか意味があるんか。これ分かる人いる、これ。穴開いてる理由。でもなんか理由があるんだろうな。いや、わかんないけど、なんか穴開いてんのも嫌だ。下。ということで、今回は、1回500円の方のね、デロリアンの開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、ゲットしてみて。1回500円の時あって、でかいぞ。さすが、エクシードモデル。あの、エクシードモデルってあれだよね。ガンダムヘッドとか、ザクヘッド、あれだよね。あの丸いやつシリーズ。あれと多分同じだと思うんだよ。エクシードシリーズ。あれもバンダイだったはずだからさ。多分それの今回デロリアンだと思うんだよね。クオリティは高かったんだけど、俺こっちのちっちゃい方が、特にこの2のさ、これ、いや、かっこいいよね。これすげえ、スタンドついてんのもすごくいい。ボールジョイントのスタンド、いろんな角度で、この飛ぶデロリアンを飾れるからね、後ろこう、いろんな角度で見れるし、こっちシール貼ったからさ、なんだろう、その、シールの部分のさ、派手さも加わってて、そこも好きかな。うん、このタカラトミーアーツの方のね、こっちの方がクオリティが高い気がする。400円、100円安いのに。いやーすごいな。高ければいいってもんじゃないのかもしれん。ガチャガチャは。まあ、こっちはこっちかっこいいけどね。でかいし。とりあえず色塗ってみようかな。とりあえず。ここマスキングしてさ、ちょシルバーのとか全部、シルバーで塗りたいな。こんな感じで。絶対かっこよくなるわ。いやー素晴らしかった。あと、このナンバープレートどうにかしないとね。ここ。こっちの、あ、やべ、まずタイヤすげー取りやすいしね。あと、とりあえずここは直さなきゃいけない。ナンバープレートもちゃんと付けたいな。前回はシールついてたのにね。こっちの貴重なね、アウトタイムって書いてるやつと、あと他全部のバーコード型のやつと。これ再現するの無理だよね、シールじゃないと。自分でペイントとか絶対無理でしょ。これ、でもアウトタイムならなんかできそうな、いや無理だよな。これ絶対無理。なんもつい、ここもちょっとあれだよね。こっちでかいやつ、もうなんでないんだろう。普通、こういうちっちゃいやつが付いてなくてこういうの。でかいやつの方はちゃんとしてるっていう方が多いんだけど、こっちはついてないんだよね。このナンバープレートのとこ。そこもちょっともったいないなって思った。こういう細かいところが重要じゃん。やっぱ再現って。こういう、なんつうミニチュアで再現するのって。やっぱりそうか。あ、これちなみにあのワンのやつ。これも持ってきたんだけど、ワンのやつ。これ、すげえ細いね。ここね。こう見ると全然違うわ。ほら。ぶっとさが。よー！角度も違うね。比べてみると面白いな。で、この、車体に対してのここの棒の長さも違うね。こっちすげえ長く感じる。車体に対しての。こっちすごい短く感じるよね。それではでは、まあ、確かに次のね、デロリアンのガチャが。いや、また出ると思うから、その時にまたお会いしましょう。最高のデロリアンガチャだった。俺のおすすめは、まあ、どっちもかっこいいよ。それぞれ良さあるけど、まあ、やっぱり何回も言うとおりちっちゃいやつ。こっちの1回400円の方が、俺的には好きだったかな。でかいやつも、まあ、良かったんだけど、ペイントとか総合点でこっちの方が良かったかなと思う。素晴らしかったな。あと、フィギュアだよな。フィギュア、これと一緒に飾れるフィギュアが出るみたいだから今月。それも楽しみだな。いやー、デロリアン、こんなかっこいいデロリアンゲットできるなんて、すげー嬉しいわ。たくさんゲットできたデロリアンね。早く、次のも出してほしいね、デロリアン。めっちゃクオリティ高いさ、これこそ1回1000円ガチャでさ、すげークオリティ高いデロリアン出してほしいよな。1回1000円、今、そういうガチャ出てきてるからさ、1回1000円のガチャとか、このデロリアンで行ってほしいわ、その領域に。その高みに登ってほしい。